よいしょ。おお。沖縄旅行一泊目は旭橋駅前にあるダブルツリーバイヒルトン那覇に宿泊しました。ここの朝食は沖縄で有名なブルーシールのアイスクリームが食べ放題です。ベニーモのアイスクリームをしっかり食べてチェックアウトをして、今日は早くに出てレンタカーを借りに向かいます。それではご覧ください。近かったね。うん、近かった。帰りもバスやから、もうモノレール乗る必要ない。そうやね、うん、送ってくれはる。したらもうあんかった前もあったよね、なんかどこ予約しても何にもなかったんや。唯一スカイレンタカーがやっとって結構なピッツバーグフォーラム見当てはるかな。見当てはるかな。当たってないんですあそこキロ弁っていうのがあった。ああ、結構いろいろあるよね、あれお店が。1キロあるやろ、あの弁当みたいよね。
下げて三台左方向。すごいカフェとかいっぱい多いんだよね、この地域。次の信号を左方向です。その先500メートルで右方向です。左方向です。およそ300メートル先右方向です。奥さんええやん。ほらこっち側に旗見えてたやん、氷。うん、ここやん。大概やな。向こうから見えた。次の信号は右方向です。その先600メートルで目的地周辺です。ここにお茶漬けカフェが。およそ600メートル先、目的地周辺です。隙間も無理だって。この辺もなんか、この辺がアメリカっぽいね。海外ね、アメリカっぽいね。居住区になったのかな、これ。駐車場にも関しない。駐車場あるわけでもないな。何それ。行き止まり、行き止まりやで。この電気が後ろに行きよ。
バックしていったね、あいつそこから行かない、そこのおっちゃん笑っとったね、行かれへんよあそこ矢印ついてあるわ、全然見てなかったあそこのおっちゃん結構笑ってたおっちゃんおったのおしゃれな、おしゃれやったね、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。